さーて、朝遅刻しないで間に合ったよかった。今日は安心して授業受けれ。完全に忘れてた。宿題があるの忘れてた。どうすればいい、どうすればいい。この危機的状況、どうすれば脱出できる。1時間目国語。よし、授業するぞ。田中が出すべき宿題2時間目。よってこの時間にやるしかない。前の授業である。本来授業はまとめに受けるべきだが、宿題を忘れているときはそんな概念はない。宿題を出す授業が1時間目以降ならこの使い方は有効である。しかし宿題を出す授業が1時間目だった場合、もうどうすることもできない。諦めよう。おい田中、何やってる。宿題忘れた。どうしよう、どうすればいいかな。あれだ、そうだ。答えを写す。写している時の屈辱感は半端ない。圧倒的なスピードで宿題を終わらせることができるが、宿題の内容を全く理解しないためテストで後悔する確率がぐんと上がる。しかしやっている人はかなり多いはずだ。宿題忘れた。どうしよう、どうすればいいかな。あれだ、そうだ。はい、そしたら昨日のね、宿題みんな持ってきたかな。はい、後ろから集めて。先生。お、田中どうした。宿題なんですけど、やったんですけど忘れてしまって、家に置いてきちゃって、やってあるんですよ。もう全部ちゃんとやって、全部ちゃんとやってあります。やったけど忘れた。実際はやってない。やってない。やってない。そう、やってないという事実が先生に知られた場合、自分の評価がぐんと下がる。デメリットは次の日に宿題を持ってこないといけない。お前やったんだよな。やってあるんだったらじゃあ明日持ってこい。うん。それでも仕方ない。明日お前絶対忘れない。明日持ってこい。な。先生。まだ鈴木。俺普通に忘れちゃったんだけど、どうすればいいですか。お前単純に忘れたの宿題。うん。じゃあダメだよ。やったとやってないの差はでかい。やったけど忘れてんだから。お前はもう全部忘れ、じゃあ今日残ってってやれ。うん、絶対残れ。はふざけんなし、なんで俺残りなんだよ。ふざけんなよ。宿題忘れた。どうしよう、どうすればいいかな。あれだ、そうだ。いつもお世話になってます竹本さん。はい、催眠術師に頼む。催眠術、それは人を催眠で操ることができる。よって催眠で先生を操ってしまえば、宿題どうこうの話ではなく、もはや先生の人格さえ変えてしまう。最高だ。お待たせ。待った待った。お待たせ。大丈夫かな。遅いですよ。待ちましたよ。はいはい。ごめんごめん、だって金突っ込んでんだもん。ありがとう。じゃあ先生どこ。うん、先生どこ。先生あそこです。わかったわ。先生こんにちは。お前誰だ。はい先生、失礼いたします。やめろ、はい、お前何すんだ、やめろ、何でやめ、やめろ、はい、これ見て、はい、見て、はい、見て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 、どんどん、宿題、どんどん、はい、宿題は来週の火曜日。